ノーマークのニコアトリです。ノーマークの宮城です。はい、始まりました。怖かったかな、最初。幽霊演出どうでしたか？ということで、今回はなんと沖縄の怖い話の制作を宮城さんがやりました。イエイ。素晴らしい。おめでとうございます。ということで、宮城さんにいろいろ話を伺っていきたいと思います。で、沖縄の怖い話というのを多分知らない人もいるかなって思いますので、沖縄の怖い話をちょっと軽く説明していきたいと思います。ですね、沖縄の怖い話は琉球放送の番組になってまして、夏に放送される番組になってます。で、沖縄を舞台にした沖縄の怖い話、そうそうそう、沖縄当たってます、当たってます、沖縄を舞台にした沖縄の怖い話を、3本立てで1時間番組でお送りするっていう番組なんですけど、多分沖縄県民で知らない人はいないだろうっていうぐらい、もう結構歴史ある番組で、あの怖い歌を聞いたら夏だ、旧盆だって感じになりますよね。沖縄の人は特になりますよね。じゃあ、ということで、まずは、まあ、やっぱ見どころ、見どころ、はい、はい、今回、まあ、見どころいろいろあるんですけど、まあ、いろんな人関わってこういうとこ見てほしいなっていうのはいっぱいあるんですけど、まあ、中でも今回50年、復帰50年の年を迎えるということで、うん、その番組自体が復帰50年をテーマに作って、うん、で僕も、まあ、プロデューサーさんとか局から、まあ、プロットって言って原案もらった時に、うん、まあ、そのパスポートにまつわること、うん、っていうことで、うん、米軍の統治下にあった時代、うん、沖縄県で使用されていたその日本本土との往来で使うパスポートをモチーフに、うん、物語を作ってるんですけれども、うん、でそのパスポートを実際に使用しているその当時の風景、映像、資料映像っていうのを今回物語に組み込んでるんですね、うん、なので、その物語の中に、うん、まあ、実際に当時生きていた人、うん、まあ、今も多分ご存命の方とかもいらっしゃるとは思うんですけど、うん、そういったのをもうなんか機会あったら一緒にお仕事したいなとかって考えてた、方とか、うん、あとは施設の人たちとかと今回お仕事ができて、でその資料映像っていうのを物語に入れたので、そこも一つ見どころのポイントかなとは思います。まあ、宮城さんが全部脚本とか話とかも作っていったと思うんですけど、どんな感じでまずストーリーを作っていったのかを、まあ、年によるんですけど、うん、まあ、こういう条件で作ってくれっていうお話をいただいた時に、うん、じゃあこういうお話はどうでしょうかっていうのを、まずプロデューサーの山田裕貴さんっていう監督がいらっしゃって、山田さんとそのキャッチボールというか、うんうん、投げ合いながら、基盤叩きを作っていく感じですね。でその中で一番なんだろう、このテーマだったら自分が日頃やってみたい技法とか、あのモチーフとかこういうのを入れ込めるかなっていうので肉付けしていってカットを作っていくような、うん、それはこの動きからこのストーリーが完成していくのか、なんか言葉っていうか、うん、セリフみたいなのから作っていくのか、はい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 、これも前回作った、うんうんうん、この沖縄の怖い話で作った日ぬかんでは、うん、そのシーン撮りたいっていうのがあったので、うん、それをつなげた作り方をしてるんです、うんうんうん、で今回はもう話の軸が決まってるので、はいはいはい、まあ、どちらかというとそのシーンはもうこれ撮らないと伝わらないよねっていうところを撮っていった感じになるので、話は変わらないけど映像のなんだろう、絵作りとかムードみたいなのはこの作品に寄せたいなみたいなので作っていった感じです。だから昔の見たことがある自分が好きだった作品を思い出しながら作ったりしてるような感じ。あ、そんな感じなんだ。ストーリーが、まあ、出来上がるっていうか、もうこの宮城さんにお願いしますってとこから番組側の完成までどんな流れが
あるのか。そうですね、具体的にはさっき言ったそのプロットって呼ばれる話の軸のキャッチボールを、こっちが結構自分の中で一番時間がかかってるかなと思います。でその、じゃあこれでいこうっていうのを決めたら、次は、この話だったらこの役者さんが似合うかなっていうことで役者さんに、まあ、アポ取りとか出演依頼をしながら、あとはその脚本の細かい部分を詰めていく、あとは絵コンテとかですね、こういうカットにしようっていうのを同時進行でやって、でそれが落ち着いたら次は役者さんとの読み合わせ、もうお互いに出演する人とこのカッ、このシーンではこのキャラクターはどういう気持ちなんだろうかとか、実際自分が作ってみても、その一緒に作る人が増えてくると、その別の見方というか、このあとこの展開になるからこの人はこの時こういう気持ちだったんじゃないかみたいなのを意見がもらえるんですね。で自分が全然そこ気づいてなかったりとかあこういう考え方があるんだとかっていうのを共通で足並み揃えて、で撮影編集で編集したら、まあ、一応テレビ番組なので、この時間、この時間に調整してくれっていう依頼があったら、あとは修正したりとか、こっちでは看板がもろに映ってるからなし、このカットなしとかっていう修正をちょこちょこしながら納品して公開、ですかね。結構ないろんな流れが、でも今回は一応、まあ、あの主人公、ってか女の子は、初めて、初、あ、そうなんだ、テレビ演技が初、そうテレビの映像の演技がまたちょっとやり方が変わってくるというか、そっか違いますもん。でも全然感じさせなかったですよね。ですね、めちゃくちゃ結構上手で、あそう今回撮影のスタッフとしてもリカードリーさんにそうですちゃんとあの撮影スタッフとして、まあ、現場に参加してくれてまあそんな役には立ってないんですけど、そうそうそう、撮影そう現場でも全然なんか普通に演技してたし、やっぱそのこの読み合わせの時とかからもあれだったんですか。一応そうですね。で今回その言葉選び、自分が、あのキャラクターが多いのが、多く出てくるのが、まあ、苦手というよりは、あの大まかは自分が決めてたんですけど、要所要所になるところでは、みんなでまあ、Zoom で話し合いながら、そうなんだ、ような、このセリフで言ってみようとかっていうのをやってましたね。じゃあ慣れてるとか慣れてないとか関係なく、もうとりあえず意見を言って作っていくっていう、そうそう今回のチームはそんな感じで動けて、チームワークめっちゃ良かったですもんね。そう今回の主演のいろはさんもそうなんですけど、自分が撮影するときによく言うのがバリエーションって言うんですね。でこの時にあのこういうニュアンスで演技してみてくださいっていうのをいろはさんがすごい何回も返してくれるんですよ。ちゃんとゆっくり行ってみましょうって言ったら、ゆっくり行った時の感情を乗せて喋ってくれたりとか、そっかそっか、それがその、上条さんの自宅でのホラーパートシーンでは、あのそう何回も繰り返しながらあのカット撮ったりとかっていうのができたので、もうちゃんと演技初体験、テレビでの演技初っては言ってはいるものの、全然すごいですよ、ね、プロ根性を持ってやってくれたなっていうの。確かに確かに全部にちゃんと対応して、細かいなんか本当に表現の仕方とかも変えれてたのが、あすごいですよね、すごいと思って。18歳、若い、本当に本当に18歳とは思えない。なんかそれぞれの、まあ、浅田さんの演技もそんなセリフはないけど表情で伝えてくる。そうそう、浅田さんとは今回2回目だったんですけど、あのご一緒に制作する、で浅田さんと一緒にやっててやっぱり勉強になるなとか、また次も作りたいなって思う部分が、まあ、プロの役者さんなので、ちゃんとそのキャラクターを自分の人生に落とし込むというか、自分ごととしてその、やってくれる演技の安定感も、もちろんもうそこからキャラクターの作り込みから生まれてるんだろうなって思うんですけど、ただその
中でやっぱりバリエーションくれるんですよ。ちょっとこっちは明るく行ってみましょうとか、もっと落ち着いて落としてとかっていうことをキャッチボールできるんですけど、で自分がそのなんだあんまり人に相談しないってことなんですけど、それでもこの浅田さんがちょっとくん、なんですかね、まあ、いざ撮影終わってちょっと思い返す、まあ、撮影する前もですね、ちょっと組んでこっちあのなんだ迷ってるんだったらこうしてみたらみたいな連絡をちょこちょこくれるんですよ、このサポートの手厚さ、すげえでやると、あ、じゃあ自分も現場でこういうふうに判断してみようとかっていうのが不安要素が声かけで消えたりとかするので、すごい一緒にやってて勉強にもう学びの多い役者さんなんですよ、浅田神さん、いい演技します、かっこいいし、素晴らしい、超かっこいいですよね、うん、じゃあ今回の撮影で一番気をつけたこととか、あの主演の島袋いろはさんっていう方がいて、でそのパスポートを小道具で自分が作るからっていうお話をしてたら、そのいろはさんがパスポートを実際に持ってますよっていう連絡が、をいただいて、あの昔の琉球じゃないや、あ、そう、沖縄の土地家のやつがあって、土地家で使用されてたおじいちゃんのパスポートが本物があるんですよっていう話をいただいて、で撮影でぜひ使ってくださいって言うから、でそうそう、だから冒頭実はそのパスポートが出てくるシーンがあるんですけど、もうその取り扱いはとにかく気を使いましたね。確かに壊したら終わりだし、終わりだし、もう破ったりしてもあんまり手汗つけてベタベタ触れないし、そっか、本物のパスポートだから、そうページによっては個人情報ががっつり写ってたりするのもすごい気を使ったりはしたんですけど、やっぱり、その本物ならでは、しかもまた保存状態が良かったんですよ、で、もう文字とかもまあかすれてはいるものの、しっかりあの想定っていうか、まあ、作りもページがバラバラになることもなく保存されていたので、博物館とかに置いてあるやつなんですよ、これですよね、見たことないですもんね、普通に、てか持ってる人超レア、なのにすごいですね、主演のこのおじいちゃんが、本当超偶然、ありがたかったっす、すげー、じゃあその最初のパスポートは本物、本物です、本物が写ってますね、と一応もう大体話しました、話しました。一箇所だけ言うと、そのパスポートを驚いて投げるシーンがあるんですけど、投げるのは作ったやつです、偽物です偽物です、これだけは作っとかないと確かにそこは大事投げたやつは偽物、そうそう、偽物です、ね、よかったよかった、そこはちゃんと伝えといて、でも今回自分が撮影してまあ、明るい中でやったから、撮影したから、なんか怖い感じが全く自分は想像できなくて、今のところあれが怖くなるんだ、なんか怖い話になるんだっていうのができないぐらい明るい現場っていうか、まあ、昼撮ったっていうのもあるんですけど、ララランド流しながら撮りました本当に最後のシーン、最後のそうララランドをめっちゃあの歌マッチしてましたよね、あれ合ってましたね、だから現場で撮ってみてなんか違うなっつったら、まあ、ニカドリさんもそうですし、あの役者さん の、 あの浅田和さんも、じゃあこうしてみようか、音楽かけてみたらとかっていう意見からでも実際収めてみるとその現場の雰囲気、まあ、映像の雰囲気、空気感みたいなのがしっかり映ってたから、やっぱりああいうね、みんなで作りながら、こうしよう、ああしようは大事だなっていうのを思いました。そうですね、楽しかったです。楽しかったですよね。今回は多分今までにない自分も楽しみ方がありそうな沖縄の怖い話、楽しそう。まあ、最後に宮城さんが実際本当に体験した怖い話とかあります？ですね、昨日までは、この質問のシートにないですって書いてたんですけど、はいはいはい、昨日の今日昨日あったんですよ、待って、もう最悪ですよ、ね、怖い怖い昨日だってないって書いてましたもん、ね、そうないって書いてて、ここはあえてないって言おうと思ってたけど、もう昨日がっつり結
猫がっつり初。え？初？え？ですね。まあこれ夜の話なんですよ。もう本当にだから、うん、明日何話そうかなぐらいの時間で、はい、子供も寝ました。で奥さんもなんかパチパチなんか作業あります。はいはい、旧暦の七夕で空が綺麗です、はいはいはい、夜空、お星様が綺麗です。まあ暇だし、うん、ちょっと近所散歩してみようかということで、うん、まあもうお酒を飲みながらいい気分で歩いてたわけですよ、うん、でぼちぼち帰るかなと思ったら近所の家、うん、2階建て3階建てかな、うん、いいお家で、うん、で、まあ、2階だけ電気がついてたんですね、うん、で、そのそばをまあ、通って帰ろうと思ったら、はい、この窓に、はい、影で手がこうあったんですね。怖い怖い。で手だけですか。そう、手だけなんですよ、うん、でえっと思って二度見するともう手がシュッて下に下がって、うん、一瞬しか見れなかったんですけど明らかに手なんですよ。怖い怖い怖い。で子供何今のっていう状態になってあんまりはっきり見えたもんだから、はいはいはい。でまあ、子供とか子供だろう、子供がふざけてなるんだろうと思ったんですけど、うんうんうん、で子供にしては、まあ、腕が長い、まあ、小学生ぐらいだったらどうなのか、ただ外を見てるんだったらこの肘の高さに頭があるはずなんですよ絶対。こうふざけてても絶対。あで自分が見たのはもう こういう状態だったんですよ。もう腕が全部見える感じですか。そう、腕が真っ黒く影で怖あって、えっと思って二度見したらシュッて、まあ腕が下がったんですけど、まあ外を見てないにしても窓、確かに例えば大人がストレッチをしてたとかしても、え、もうペタッと、ペタです、ペタ、あの、もうここ全部ペタ、ですですです、え、むず、そう、ポーズがむずいんです、できないんですよね。ストレッチするにしてもガラスでやるかも、しかもカーテンの向こう側、え、カーテンもされてるってことですか。そう、え、怖っ。で、まあ、手がバッて下に下がった時に、うん、カーテンが動いたような気もしたので、はいはいはい、人だと思ったんですけど、なんだろう、もう怖すぎて怖い。あの子供だったらそのシャッて逃げた後に走り回るかなと思って、こう、爪でちょっと観察してたんですけど、別にそういうわけでもなく、大人だったら立ち上がったらいるはずじゃないですか。もうそういう動きもなく、人ん家なのであんまり長く見ていてもと思ってもう怖っと思いながら帰ってったんですけど、なんかその状況があんまり説なんかよく分かんなかったんですよ。実体がありすぎるっていうか、普通に人っぽく見えた。逆光で真っ黒だったんですけど、逆光にしても暗すぎないかなっていうのもあって、もうそこがまた気持ち悪くなっちゃって、怖っ。なんか考えれば考えるほど、そう辻褄が合わない部分が多くてやばっていうのを昨日夜中ギャッちょっと何ないですよ今までこういうなくて宮城さんのそんな話聞いたことないし、そんな、うん、すぐ帰りました、ね、やばツイッターに怖ってちゃんとつぶやく、うん、怖かった。確かにどうしようもできないこの感情みたいな、いい、ガチリアルっすね。なんかしかも昨日の今日っていうのがそうないって言うつもりだったのにあったんですよ急に出てきた、怖っ、やば、うわ、気をつけてください。怖いもう忘れよう、うん、じゃあ最後にまとめます、はい、放送が8月24日水曜日の19時から1時間放送で、今回のタイトルがホープ50沖縄の怖い話復帰50年特別編の第2話パスポートの記憶という、ドラマで、主演が島袋いろは、浅田和、俊里千佳子、その他、ぜひ皆さん8月24日19時に、RBC さんの、3ちゃんですよ、3ちゃんで放送されますので、ぜひご覧ください。お願いしますということで、今回は、宮城さんの、沖縄の怖い話のお話をしていただきました。じゃあまた次回、沖縄の魅力を世界に。ノーマーク。